ナマズメは、甲骨魚類の分類群の一つ。35か446属で構成され、ナマズやギバチなど、定性生活をする淡水魚を中心に、およそ2867種が所属する。大きくて扁平な頭部と、感覚器官として発達した口ひげを特徴とし、食用魚あるいは干渉魚として、世界の多くの地域で利用されている。本校では、 分類群としてのナマズ目の構成、及び、ナマズ類全般の特徴について記述する。日本に分布する、ナマズ化魚類の一種、ナマズお及びナマズに関連する文化については、ナマズの項目を参照のこと。一般的な和名のない分類名については、仮名は、上野坂本、種名は江島によるカタカナ表記をそれぞれ参考とした。 生爪には2006年の時点で2800を超える種が記載され、魚類の目の中では鈴木目、濃い目に次いで3番目に大きな一群となっている。現生の魚類28000種のおよそ1割、淡水産種に限れば、その2割が生爪の仲間で占められる。流れの緩やかな河川、湖障から洞窟、山岳地帯の急流に至るまで、 世界中のあらゆる陸水に幅広く分布するとともに、川口、気水域及び沿岸付近で暮らす海産種も含まれる。1994年の時点から10年余りの間に新たに400種以上が新種記載されるなど分類の拡大傾向が続いている。地球上に存在するべての水のうち0.01%にも満たないこれらの陸水域において、 獲得されたナマズメの生物多様性を解き明かすことは、生物全体の進化や生態系の成り立ちを理解する手がかりにもなると考えられている。一般的なナマズ類に共通する形態学的な特徴は、平たく潰れた大きな頭部と幅広い口、そして感覚器官として発達した長い口ひげである。世界の多くの地域において、古来より、 重要な漁業資源として利用された歴史を持ち、養殖も盛んに行われている。近年では中、大型種が趣味やスポーツとしての釣りの対象になるほか、コリドラスシノドンティスプレコなど、干渉魚として親しまれる種類も非常に多く、世界各地の水族館及び個人のアクアリウムで飼育されている。このように人間との関わりを深める一方で、移植された、 外来ナマズが固有の生態系に影響を及ぼす、などの問題も近年各地で発生している。南極大陸からの化石種を含めれば、ナマズメの仲間は地球上の全大陸に分布している。所属する2800種余りのナマズのうち、半数以上の約1700種が南北アメリカ大陸に分布する。他はアフリカ、南アジア。 東南アジアの熱帯域に生息する種類が多く、ヨーロッパ、東、アジアオーストラリアには、ごく少ない。浜木ギ下ギ、ゴンズイカの2科にはおよそ120種の海水魚が、含まれるが、その多くは、寄水域、時には淡水にも進出する。他の33科は全て淡水魚のグループである。2006年の時点で少なくとも200種の未記載種が、知られており、 さらに多くの未発見種が存在することも確実視されている。岩とマズ琵琶湖とヨゴ湖の実に分布する。日本固有種日本では、在来のナマズメ魚類は全国各地に分布するものの、その数は5か11種の実と極めて少ない。炭水産種としては、ナマズカナマズ属の4種、及び赤坂の赤座が知られるのみである。 このうち、岩床ナマズ、ビワコウオナマズ、谷川ナマズギギカの4種、赤座は日本固有種であり、全2社はビワコ水系のみに分布し、谷川ナマズは東海地方に分布する。種としてのナマズの分布はかつて西日本に限られて、いたが、江戸時代以降東日本や北海道にも移植され、現在では沖縄を除く日本全国に生息している。 日本産生ず類はいずれも、水質や環境の悪化に伴い数を減らしていると見られ、猫ギギギバチ、アリヤケギバチ、アカザの4種は、環境省レッドリストにおいて、絶滅危惧種、または、純絶滅危惧種に指定されている。海産種としては、ゴンズイカ、ハマギギカの3種が、本州から沖縄にかけての沿岸域に分布している。ゴンズイは、 スクーバダイビングなどでも頻繁に観察される普通種であるが、浜木々は東、シナ海からインド洋が分布の中心で、日本近海ではごく稀にしか取れない。ウォーキングキャットフィッシュクラリアズバトラクス。世界各地に帰化し、生態系への影響が懸念されるナマズ。日本では近縁のクラリアズファスクスが沖縄、石垣島に定着している。 養殖目的で移入された食用ナマズや飼育放棄された外来の観賞用ナマズが自然界に定着し問題となっている例が世界各地で知られる。炭水産ナマズの多くは生息環境における食物連鎖の上位に位置することが多く在来の水生生物を根絶やしにするなど生態系への悪影響が懸念される。ヒレナマズ科のウォーキングキャットフィッシュは 本来は東南アジアに分布する熱帯性のナマズであるが現在ではアメリカ合衆国南部やハワイなど世界の多くの地域に帰化している。本種は空気呼吸が可能で陸上を移動する性質があるため用意に分布を広げやすく国際自然保護連合が指定する世界の侵略的外来種ワースト100の一つに選定されている。 外国産ナマズの定着は日本でも問題となっている。1981年、霞ヶ浦に食用目的で導入された北アメリカ原産のチャンネルキャットフィッシュは1994年移行急激に数を増やしている。本種は体長1メートルを超える大型の捕食魚で他に天敵はおらず外来生物法における。 特定外来生物として規制の対象となっている。また、ヨーロッパオーナマズウォーキングキャットフィッシュの定着が懸念されるほか、マダラロリカリアはすでに沖縄への定着が確認されている。いずれも在来魚類との競合が心配され、これら3種は環境省が指定する要注意外来生物リストに掲載されている。チャネルキャットフィッシュイクタルルスプンクタトゥス。 口ひげは生爪魚類の重要な特徴である。この例では、ビブに1体、上あごに1体、下あごに2体、計4体のひげを備えている、ヨーロッパオーナマズサイリウールズグラネス。本種は生爪の中で最大種。生爪類の体表面には、鱗がなく、一般に滑らかである。体は粘液に覆われヌルヌルしていることが多いが、ロリカリア浄化とドラス浄化の一部では、 硬い骨盤が瓦のように列をなしている。体は全体的に左右に平べったいが、頭部は上下に圧迫されたように平たく、生詰魚類の外見を特徴づけている。美、上学、下学など頭部に最大4体のヒゲを持つことが、生詰魚類の大きな特徴である。口げには未来など、感覚器官が発達し、移動を呼び、餌を探す時にはヒゲを、 最大限に活用している。夜間に活動するものや、視界不良の濁った水域に住む種類では、目が、耐火的で、小さいことが多く、口ひげに依存する度合いが大きい。ヘテロプネウステスカ、ヒレナマズカは、空気呼吸のための特殊な器官を持ち、水の外でもある、程度生存が可能となっている。ナマズメ中最大の魚は、ナマズカのヨーロッパオナマズである。 本種の多くは体長1.7メートルほどで条件が良ければ体長2メートルを超え最大では2.78メートル達する報告がある。パンガシウスカ、ピメロデスカの仲間も非常に大きくなるが目全体で見ればこれらは例外であり、ほとんどの種類は体長12センチメートル程度の小型の魚である。スコロプラクスカには 体長2センチメートル程度で成熟する超小型種が所属している。2005年のナショナルジオグラフィックニュースにおいて2.7メートルのメコンオ,オナマズが漁獲された報告がある。魚類の重要な分類形質であるヒレにもナマズ類ならではの特徴が見られる。ほとんどのナマズは背びれと胸びれの先頭に一本のトゲを持っている。このトゲはしばしば強靭で鋭く。 種類によっては独占を備える場合もあるなど、外敵に対する強力な防御手段となっている。背びれの棘の前にはさらに小さな棘状の構造があり、この小棘を使って長い棘を機械的に固定することができる。強い棘を立てた状態で固定されると、捕食者が飲み込むことは容易ではない。ほとんどの生ずるいは油びれを持つ。油びれは背びれの後方を 尾ひれの近くに位置する肉質のひれで、酒目カラシン目など、複数のグループに見られる。油びれは、ひれ状を描くのが普通であるが、逆さなまずかの一部の種類は、油びれにもひれ状を持つ。炭水魚の一群として、生爪と双壁をなす濃い芽の仲間には、油びれはなく、両者の重要な鑑別点の一つとなっている。 生ズ類の尾ひれの種ビレ状は18本以下で、多くの種では17本であるが、アスプレド化などさらに少ない場合もある。尾ひれの骨格は6つの分割された、カビ骨を持つものから、完全に融合した種類まで様々で、開花の分類形質として利用される。生ズ目は濃い目やガラシン目などとともに、骨表雨目と呼ばれるグループに属し、 この仲間に共通する特徴として、ウェーベル指揮官を持つ。この器官は、脊椎骨から変化した4つの骨片によって構成され、内耳と浮袋を連絡し、脳に音を伝える役目を果たしている。夜行性で小さな目しか持たない生ずるいにとっては、口ひげと並ぶ重要な感覚器官である。浮袋の形態は、球形楕円型で、 底部にじっとして、あまり遊泳しない、生活様式を反映してか、やや退化的であり、カプセル状に変形した椎骨によって、完全に包まれる種類もある。頭部が平らになっていることは、骨格上の特徴にも影響を与えている。上顎に歯がなく、上顎の骨格そのものが、全般的に退化していることが顕著な特徴で、ほとんどのトガでは、 主上蛇骨は骨片化している。この骨片化した主上蛇骨は口ひげを動かすための筋肉の起点となっている。頭部やエラを構成する骨の中で下災骸骨、接続骨、気絶骨を書く。中翼上骨は対下的で前災骸骨、魔災害骨も比較的小さい。また、頭頂骨と後ろ側頭骨は多くの場合不明瞭で、 それぞれ上後頭骨、上義鎖骨と融合しているものと見られる。翼上骨、後蓋骨、隙骨に歯を持つ。椎骨の数は15から100以上と都がによって様々で、ある。他の新骨類の魚類とは異なり、お舌骨は、個体発生の初期に剣と融合し、特殊な骨化を行う。2800種長に及ぶ、生詰め魚類は濃い目と並び最も反映した。 淡水魚の一群であり、その生態も極めて多様性に富んでいる。生ずるいは基本的に訂生性で活発に泳ぎ回ることは少なく、水底を這うようにゆっくりと泳ぐものが多い。多くは夜行性で口ひげを活発に動かして周囲を探りながら移動する。ロリカリアカなど流れの速い渓流に分布するトガでは、 口が吸盤状に変化していることがあり、岩などに張り付くことで激流をやり過ごす。ギギ科の一種ミストスプラに本科魚類の多くは胸びれを使って威嚇音を出す。生爪めの魚には体内に毒を含むもの、あるいは毒栓を通じて体外に毒液を分泌する種類が知られる。毒液は背びれと胸びれの棘から分泌される。 ほとんどの毒ナマズ類にとって、これらのトゲは、防衛手段であり、積極的に攻撃を行うことは少ない。インドに分布する、レッドキャットなど一部の種類に限り、毒トゲを使って、他の魚や人間を襲う習性を持つことが知られる。日本沿岸にも分布する、海産種のゴンズイが持つ毒は強力で、刺された場合死に至ることもある。ドラスカヤギギカなどのナマズ類には、 胸びれの棘や浮き袋の振動を利用して音を出すことができる種類がある。日本を含めた東アジアに分布するギギは胸びれの棘を使って出す威嚇音が和名の由来となっている。これらの生ずるいは漁獲された際にも発音することから外敵への警告の役割を持つものと見られるが仲間同士の伝達手段として用いられているかどうかは不明である。 電気ナマズ科は発電を行う魚類として知られている。特に電気ナマズは最大で4 0 0トを超える電圧を出すことが可能で、これは魚類としては電気ウナギに次いで高い発電力である。電気ナマズ科に限らずナマズメ魚類の多くには体表に電状を感じ取る受容器があり、水中での電状の変化に敏感に反応していると考えられている。 生ずるいの電気受容器は、軟骨魚類が持つ、ロレンチーニ器官と似た瓶型の形状をしているが、動毛の有無など細胞レベルでの微細形態に違いがある。夜行性の種類が多い生ずるいにとっては、口ひげや、ウェーベル式官と並ぶ重要な感覚器として、機能すると見られる。逆さのまずかの一種シのドンティスマルチプンタテス。タンガニーカココユーの本種は、 他のシクリッド類に受精卵を預けるタクラ卵の習性を持つ生爪魚類の繁殖様式は群によって様々な形態をとる。ほとんどの生ず類は魚類で一般的な体外受精による繁殖を行うが、アウケーニプテルス科の仲間はオスが降雪器を持ち、交尾による体内受精をする。コリドラス赤の一部ではメスが精子を飲み込み、腸管を経由して、 体内受精させるという得意な繁殖様式が知られる。新魚が卵や稚魚を保護する習性を持つ種類も多く、水底の砂をクレーター状に掘った巣を作るもの、カッリクティウス赤など水面に合わすを作るものなどがある。また、海産のハマギギカの仲間は、オスが卵を口の中に加えて保護する、いわゆるマウスブルーダーとしての子育てを行う。 アフリカのタンガニイカ湖に生息する、逆さナマズカの一種は、シクリッドなど他のマウスブルーダーに卵を預け、稚魚を育てさせる拓乱を行う、極めて珍しい習性を持つ魚類である。預けられたナマズの稚魚は、宿主であるシクリッドの卵よりも早く孵化、成長し、最終的には稚魚を食べ尽くしてしまう。このように宿主にとって、利益のない格好型の拓乱を行う魚類は、 本種以外には知られていない。マラウィコに住むギギカのカンパンゴは、孵化後に、メス親が多量の未受精卵を産み、稚魚に食べさせる習性がある。S マルチプンクタテスの例とは逆に、カンパンゴの巣には、多くのシクリット類が稚魚を預けにやってくる。水揚げされたナマズの一種。養殖ナマズの生産量は2000年以降、アジアアフリカ地域を中心に急速に伸びている。 生詰めの魚類は、世界各地で古くから食用魚として利用された歴史を持つ。漁獲対象とされるのは、アメリカ生塚、生塚、パンガシウスカ、およびヒレ生塚に所属する中、大型種が多く、これらの淡水産種は養殖も、各地域で盛んに行われている。国際連合食料農業機関の統計によれば、1950年代には10万トン。 あまりであった世界の生詰め魚類の創業格量は年々増加し1990年代後半には100万トンを超えた2000年代以降も増加の勢いは衰えず2000年に120万トンだった世界の創業格量は2006年の時点で倍以上の260万トンに達している地域別に見ると アジアアフリカ地域での伸びが顕著で、特にアジアでは2000から2006年にかけて、約3倍の増加を記録している。同じ期間において、南北アメリカでは40万トン台、ヨーロッパでは1万トン台で、大きな変動もなく推移しており、近年のアジア地域の伸びが突出していることがわかる。 2006年の総漁獲量260万トンのうち、養殖ナマズが180万トンを占める。アジアアフリカ領地域での漁獲量増大も、また、内水面での養殖業の発達によって、支えられている。アジアにおける、淡水ナマズ類の養殖による水揚げは、1990年2000年2006年の各時点でそれぞれ7万5千トン24万トン145万トンと、 著しい上昇を示している。アフリカでは2000年の時点で7000トン弱であった漁獲量が2006年には8万トンと10倍以上に増加した。生産額の面でも同様の成長が見られており、アジア地域では2006年に16億ドルに達している。海産の生ずる類としては浜ギ以カの漁獲量が比較的多く、 アジア地域での水揚げは1990年代以降、ほぼ継続して20万トン台となっている。もう一つの海星ナマズのグループであるゴンズイカは、同地域、同年代で1から3000トンの漁獲量に止まっている。最古のナマズメ魚類の化石は、白秋後期の地層から発見されている。化石種は、オーストラリア大陸を除く6大陸から見つかっており、南極大陸からは、 シシンヨから全シミオにかけての地層から報告がある。ボリビアのマーストリヒトキから赤月神聖にかけての地層から出土した山賊は絶滅アンジニクチーベー化としてまとめられているが、原生の35化との関係はよくわかっていない。一方、北、アメリカ産のシシンオの化石種はヒップサイドラデー化として記載され、 原生のケイトープシス浄化とロリカリア浄化の中間に位置づけられるグループであると考えられている。このほか貴族未定の絶滅属がいくつか知られている。日本においては、コビワコ総群の3から400万年前の地層から、ナマズカ魚類の化石が見つかっている。これよりはるか以前、香川県サヌキ総群における、中シニオの地層からは、 世界最古のナマズカ魚類の化石が発見されている。この化石種に見られる骨格上の特徴は、原生のいずれの種にも該当せず、ナマズカの共通祖先にあたるグループに含まれる可能性がある。最古の化石が南アメリカで出土していること、原始的な特徴を残すディプロミンステース化やケイトプシス化の仲間が南アメリカに分布していることなどから、 生爪の起源は南米とみなされることが多い。生爪の姉妹群である電球なメが南アメリカのみに生息することも南米起源説の有力な証拠と捉えられている。全大陸への生ズ類の拡散には大陸移動が関与していると見られるものの起源及び多様な種を獲得するに至る過程については未だ統一見解は得られていない。生爪目の分類は 近年大きく変遷を重ねているが、本校ではネルソンにおいて採用された11以上か35か446属2867種の分類体系に基づいて記述する。2005年には新たな都ガとしてラカンチュニアデーカの設置が提案されているが、本分類での採用は見送られている。生爪は同じ骨表雨,雨のネズミギス目、濃い目、カラシン目、 電気うなぎ目と近縁で、特に電気うなぎ目とは、極めて近く、互いに、姉妹群の関係にある。このため両者を一つの、生図目にまとめ、生図類と電気うなぎ類をそれぞれ暗黙として扱う、体系もある。生図目の単系統制、及び、各科の系統順位に関する研究は、大幅な進展を見せているものの、海分類群を区別するための間別点は、 必ずしも明瞭ではないなど未解決の問題は多数残されている。各家の生ずるいにはそれぞれ進化の過程で新たに獲得した形質と二次的に退化したと思われる形質とが複雑に入り乱れており、現在の分類はあくまでも暫定的なものに過ぎない。近年、 アメリカ国立科学財団によるプロジェクトとして、生メ全種の詳細な目録作成が開始され、分類体系の確立へ向けての努力が進められている。ディプロミュステイスジョース浄化ディプロミストイディアは一家二族六種からなる。生爪で最も原始的な特徴を残し、他のすべての生類の起源となった一群と考えられている。 ディプロミュステイスかディプロミュステイスかディプロミスティデは二族六種。チリアルゼンチンなど、南アメリカ南部に分布する。よく発達したワーゴと歯を備えるとともに、種ヒレ状18本の尾ヒレを持ち、これは、原生の生詰魚類としては、唯一本家のみに見られる特徴である。実績の形態にも特徴がある。ヒゲはワーゴに一体のみある。皮膚は、 小さな突起で覆われ、骨盤は持たない。背びれ、胸びれに、トゲがあり、油びれを持つ。ケイトプシス浄化したプソイディアは1か7属23種から、なり、すべて南アメリカに分布する。ケイトプシスかケイトプシスかシートップサイデーは2赤7属23種を含む。かつて独立のトガとして存在した、ヘロゲネスカは、本家の赤として含まれた。 ヒゲは両角に計3体あるが、発達は悪く短いものが多い。体は滑らかで骨盤はない。尻びれの規定が長く、背びれ、胸びれには、トゲがない。ケイトプシス赤の生ずるいは一般に、魚食性で、大型魚を集団で襲うなど、 攻撃的な性質を持つ種類が多く、トリコミュクテールス科の一部とともに、カンディルと総称されている。ヒップサイドロイディア浄化は、化石種のみを含む絶滅群であり、一か一属二種で構成される。よく発達したワーゴを持つなど、ディプロミュステイス化と共通した特徴を有する。ヒップサイドラデーかヒップサイドラデーかは一属二種から、なる絶滅化である。 アメリカのワイオミング州及びオレゴン州からシシニオ中期の化石が知られている。上顎が発達し、歯を持つ。オヒレのシュビレ状は17本。ロリカリア状下ローラカリオアイディアは7か156。属で構成され、生爪全体の3分の1以上、1187種が含まれる大きなグループである。アンピリウスカのみアフリカに、他6かは、 南アメリカを中心に分布し、プレコやコリドラスなど干渉用の小型熱帯魚が多数所属している。アンピリウスカンアンピリウスカンフィリーデーは3赤12、属66種を含む。アフリカ大陸の熱帯地方に広く分布する。高標高の渓流域では特に一般的な小型種で、ほとんどの種類は川の急流に逆らい岩を登ることができる。 ヒゲは三体で、ビブにはない。背びれ、尻びれの規定は短い。ヒレには、トゲがなく、油びれを持つ。トリコミュクテールスカカンディルの一種ベンデリアサロサ、トリコミュクテールスカトリカマイクタリデーは8赤41属200一種で構成される。中央アメリカの一部から、南アメリカ全域に分布する。体は滑らかで細長い。ヒゲは、ビブとワーゴにあり、 下顎にはないことが多い。油びれは持たない種類が多く、一部には腹気をかくものもいる。災害骨にトゲを持つ。バンデライニー赤とステガフィリニー赤の生ずるいは、その得意な生態から、英語でパラシティクスキャットフィッシュと総称されることがある。バンデライニー赤には、吸血性の種類が含まれ、他の魚類や動物の皮膚に噛みついて、 血を吸い、エラ穴から体内に侵入することもある。ブラジルに分布するベンデリア族の仲間は特に危険な魚類として知られ、人間の尿道に侵入し深刻な被害を与えた例が報告されている。ステガフィリに赤の魚類は、他の魚の粘膜や鱗をもない差とする。ネーマトゲニュスかネーマトゲニュスかネモトオジェニュイデーは一族一種。チリ中央部に生息し、 トリコミュクテールスカと姉妹群の関係にあると見られている。体は滑らかで細長い。髭は三体あり、両角とビ部に存在する。油びれを持たず、災害骨のトゲもない。背びれは、体の中央、腹気と向かい合わせに位置する。カッリクテュスカフラッグテールポートホールキャットジアネマ、ユーラストリアタ。おひれの縞模様が、 特徴の種類コリドラスセミアクイルスコリドーラズセミアキラス2列に並んだ瓦状の骨盤がカッリクティウス科の生ずるいの特徴であるコリドラスステルバイコリドーラズスターバイコリドラスの仲間は種によって異なる多彩な反紋を持つコリドラス和歌の一種スクラローミスタックスバルバトゥスペアカリクティウス科カリクチイデーワニアカ8族177種を含み パナマ及び南アメリカに分布する。カリクティスカと表記されることもある。頭部の骨格が非常に眼睛であるほか、体表面が2列に並んだ骨盤で覆われることが大きな特徴である。骨盤は規則正しく瓦状に並び、側線状で互いに重なる。浮き袋は小型化し、骨に包まれる。口は小さく、腹側についており、 よく発達した1から2体のヒゲを持つ。背びれ、胸びれのトゲは強靭で、油びれにもトゲがある。一部の種類は、ある程度の空気呼吸が可能で、短距離であれば、地上を移動することもできる。スコロプラクスカスコロプラクスカスコロプラシデーは一族4種。南アメリカに分布する。1976年に、初めて記載された新しい一群で、 体長2センチメートル程度で成熟する超小型種を含む。体の両側に1列ずつ、腹部中央に1列の特殊な骨盤が並ぶ。油びれをかく。尾ひれの種びれ状は少なく、10から12本。アストロブレプスカアストロブレプスカストロブレパデーは1、属54種からなる。パナマと南アメリカに分布する。 山岳地帯の急流域における生活に適応した一群で標高3500メートルまでの渓流に生息し滝を登ることさえある。ほぼすべての種が口に円形の吸盤を持ち岩などに張り付いて水流をやり過ごす。口ひげはビブと上顎に径に体ある。背びれには棘があるが固定することはできない。ロリカリアか。 ロイヤルプレコパナックニグロリニアティス。本家は、流れの速い河川での生活に適応しており、吸盤状になった口で岩に張り付くロイヤルファローエラ、シュトゥリソーマパナメンセ。大きな背びれと胸びれが、特徴ロリカリアカの一種バリアンセストレス SP、パイレーツプレコテリーガプリヒシーズマルチュラジエーテス。ロリカリアカローラカリーデーは6赤92属684種で、構成される。 中央アメリカから南アメリカにかけて分布する。標高3000メートルまでの高地にも生息し、流れの激しい河川への適応も認められる。アンシストルス赤、ヒポストムス赤に属する。生ずるいは特にプレコと総称され、干渉魚として人気がある。生爪の中で最大のトガであり、毎年新種が報告されるトガでもある。体は骨盤に覆われ、口は、 下向きで、吸盤状になっていることが多い。口髭は目立たない場合もある。油びれのウムはまちまちで、トゲを持つこともある。小型の干渉用ナマズとして知られる、オトシンクルス属の仲間をはじめ植物植生の種類が多く、ナマズ類としては長い長感を持っている。シソル状カシソロイデアワゴか41属230種で構成される。元神川。 ロリカリア城下と姉妹群を構成する。アスプレド下を除く4下は南アジア東南アジアに分布する。赤坂赤坂アンビリーシピッティデは山賊26種を含む。南アジアから日本を含む東アジアの河川に分布する。赤座は日本固有種。口ひげは4位体。背びれは厚い皮膚によって覆われ、規定は短くと毛は弱い。 胸びれのトゲは強く、独占と連続する。油びれは、おひれと連続している場合がある。側線の発達は悪い。アキュシスカアキュシスカアキサイデーワニアカ4属42種で構成され、東南アジアに分布する。背びれのトゲは強い。かつてにカはそれぞれ独立のトガとして分類されていた。シソルカシソルカシソリダイワニアカ17属112種を、 含む。西アジアから東南アジア、トルコからボルネオ島にかけて分布する。山岳の急流域に住む小型種がほとんどであるが、体長2メートルに達する大型種も含まれる。口ひげは多くの種類で4体あり、上顎のひげは特に太い。体にはいろいろな形態の突起状の構造がある。油びれを持つ。背びれの規定は短く。 トゲのウムは様々。リジスティデーカリジスティデーカはニアカ6族14種を含み南アジアに分布する。以前はシソルカの赤とされた一群。アスプレドカロックバンジョーバノセファリヒシーズベルコシス、ベルコシス。岩のように不規則に隆起した頭部が名前の由来アスプレドカアスペラディニーレイは3赤12三36種で。 構成され、すべて南アメリカに分布する。頭部は強く縦平たし、楽器の盤上に似た。独特の形態から、盤上キャットフィッシュという英語名を持つ。体に、ウるコや骨盤はないが、突起が列をなして並ぶ。油びれはない。エラの開口部は、退縮し、スリット状となっている。背びれのトゲは固定できない。尾びれの種びれ状は10本以下と少ない。 盲目魚を含む。プセウドピメロデュス上下スーダーピメロドエディアは一か五族二十六種で構成される。ロリカリア上下とシソル上下を合わせたグループと姉妹群を成すと見られるものの、系統上の位置づけには、なお不明確な点を残す一群である。プセウドピメロデュスかプセウドピメロデュスかスーダーピメロデュデーは五族二十六種を含み、南アメリカに分布する。 口は大きく、ゲは短い。褐色の反紋を持ち、干渉魚として人気のある種類を含む。かつては、ピメロデュス科に所属していた。ヘプタプテルス上下ヘプタプテロイディアは1か25属175種で構成される。プセウドピメロデュス上下と同様、元神化と他のグループの系統関係は曖昧な点が多い。 ヘプタプテルスカヘプタプテルスカヘプタテリデーは25族175種を含みメキシコから南アメリカにかけて分布する。プセウドピメロデゥスカと同じくかつて所属したピメロデゥスカから分離されたグループである。体に骨盤はなく、口ひげは3体。大きな脂びれを持ち、尾ひれは二股に分かれる。 これらの特徴はしばしばピメロデゥスカと共通し、外部形態のみで区別することは困難である場合が多い。多様性の理解が特に遅れているトガの一つであり、個々の種の同定は非常に難しく、およそ50種のミキサイ種の存在が知られている。カモツワモの浄化クラニグリニドアイディアは一か一族3種で構成される。 貨物はものか貨物はものかクラーニングロナディレーは一族三種からなる。中国、ベトナムなど、アジア地域の大河に生息する。目が大きく、口ひげは4位体。体は滑らかだが、頭部に骨盤がある。背びれの規定は短く、背びれと胸びれに棘を持つ。背びれは二股に分かれる。すき骨の歯をかく。 アメリカナマズ上下エクタルーロイディアは一か七属46種で構成される。アメリカナマズカブラックブルヘッドアメイユーラスメラス。北、アメリカに分布するナマズ類は、ほとんどが本家に所属し、食用種と干渉魚が共に含まれる。アメリカナマズカエクタルーリデアは7属46種を含み、うち一種は、近年全滅種と認められた。北、 アメリカを中心に分布する。オス、またはペアによる子育てを行う一群で、推定に、クレーター状の巣を作る習性がある。体は滑らかで口ひげは4体。背びれと胸びれには、トゲがある。鋼蓋骨の歯をかく。4種の盲目魚を含むとともに、深い掘り抜きと及び、関連水路に生息する種類も知られる。体長1.6メートルに及ぶ大型種がある。 ドラスジョーカドラドイデアは3カ61属345種で構成される。逆さズカシノドンティスニアサエシノドンティスアンジャシ。本家の生ずるいは大きな油びれを特徴とする。逆さズカモチョキダイは11属179種を含み、すべてアフリカに分布する。モコクスカとも呼ばれる。際立って大きな油びれが特徴で、 モチョカス族のうち2種は、油びれにもひれ状を持つ。背びれと胸びれのトゲは強靭で、固定が可能である。口ひげは三体でビブにはなく、下顎のひげは細かく枝分かれする。単系統制が確かなものと考えられている一群で、ある。シノドンティス族には鑑賞用に飼育される種類が多数、所属している。 腹部を上に向けて泳ぐ習性を持つ逆さナマズが特に知られるが、本種のように常に逆さに泳ぐ種類はごく少数である。ドラスカホワイトライントーキングキャットプラティドーラズ、コスタテス。本家の多くが胸びれや浮き袋を使って発音するアウケーニプテルス科の一種エンティマコレスラジオゾス。本家のオスは交接器を持ち、メスは交尾による体内受精をする。 ドラスカドラ時代は30属72種を含み、南アメリカに分布する。胸びれの棘を動かすか、浮き袋を振動させることによって、音を出すことが可能で、英語では、トーキングキャットフィッシュと呼ばれることもある。体には頑丈な骨盤が列をなし、ほとんどの種類では整列した棘を持っている。口ひげは3体で、枝分かれを持つ種類もある。びれを持ち、 背びれと胸びれには、棘がある。アウケイニプテルスカアウケイニプテルスカオーシャンイーテリデー、ワニアカ20属94種で構成され、パナマ及び南アメリカの熱帯域に分布する。褐色から、黒色の地味な体色をした種類が多く、岩や、流木の影に潜む性質がある。本家のオスは尻びれの前方に降雪器を持ち、生爪としては、例外的に、 すべての種類で体内受精を行う。卵体制ではなく、交尾したメスは受精卵を産む。体は一般に滑らかだが、頭部の皮膚のもとに埋没した骨盤を持つ。口ひげは三体で、上あごのものが最も長い。背びれと胸びれには強いトゲがある。油びれは小さく、持たない場合もある。 ナマズ浄化ーーサイラロイディアは7か45族275種で構成される。ナマズカビワコオ,オナマズサイリュールズバイワンシス。ビワコの実に生息する、日本固有種トランスルーセントオグラスキャットフィッシュ、クリプトプテラスバイセライズ。透明な体を持つ電気ナマズマリプターラス、エレクトリカス。発電業として、有名、ゴンズイプラトーシスリネオテス。 本州沿岸に分布する海産の生ずるいで、若菜は、ゴンズイ玉と呼ばれる海上の群れを作るアフリカンクララ、クラリアズガリパイナス。本家魚類は、空気呼吸が、可能なマズカサイルリデーは11族97種を、含み、ヨーロッパからアジアにかけて、広範な分布域を持つ。ユーラシア大陸を代表する、生ずるいで、日本における、 ナマズのイメージを形作る一群となっている。体長3メートルを超えるヨーロッパオナマズはナマズ爪、最大の種で、欧州では重要な漁業資源である。日本からはナ生酢、ビワコナマズと岩床マズの3種が知られ、後2社はビワコ水系のみに分布する日本固有種である。口髭は2体、あるいは3体で、通常上額の髭が長く伸びる。油びれはない。 背びれは小さく、トゲは目立たない。クリプトプテラス属の一部は背びれを欠いている。尻びれの規定が非常に長い。結節状に退縮した、抗蓋骨などの特徴から、本家の単形統制は概ね支持されている。電気ナマズか電気ナマズかマリプターリでは二属19種を含み、ナイル川などアフリカの熱帯域に分布する。 よく発達した発電機関を持つことが最大の特徴である。発電機関は体の前半部の筋肉を起源としている。口ひげは三体。背びれをかき、胸びれには棘がない。油びれは体の後方に位置し、尾ひれは丸みを帯びる。浮き袋は体の後方に長く伸び、にあるいは三つの小室に分かれる。 オーチェノグラニディデーカオーチェノグラニディデーカは6族28種を含みアフリカに分布する。全尾光が上唇の腹側に位置する。オヒレは丸みを帯びる。かつてはギギカに所属していたが、現在は電気ナマズカの姉妹群とされることが多くなった。カカカカカカチャセレイは一族3種からなり、インド東部からボルネオ島にかけて分布する。東部は大きく。 強く立って平たし、平べったくなっている。口は、端くらいで幅広く、カエルのような外見であることから英語では、フログマウスキャットフィッシュと呼ばれる。口ひげは小さく2から3体。上顎のひげを、ルアーのように動かし、餌をおびき寄せる習性がある。目は、非常に小さい。背びれと胸びれのトゲを持つ。腹気が大きく、脂びれは、尾ひれと連続する。 ゴンズイカゴンズイカプロット指令は従属35種を含み、内半数はインド洋から西部太平洋にかけて分布する海水魚で、他はオーストラリアニューギニア島に住む淡水魚である。体は細長く、いわゆるうなぎ型である。口ひげは4体、脂びれはない。尻びれは尾ひれと連続する。背びれも尾ひれとつながっているように見えるが、これは 尾ひれの規定が背中にまで伸び、背びれのすぐ後ろまで達したものである。ヒレナマずかヒレナマずかクラリデイには14属90種が所属し、多くはアフリカ、一部の種類がアジアに分布する。口ひげは4位体。背びれと尻びれの規定は非常に長く、尾ひれと連続することもある。胸びれか腹気を持たない種類がある。 エラの開口部が大きく、エラから発達した空気呼吸のための器官を持つ。短距離であれば、陸上を移動できる種類があり、中でもウォーキングキャットフィッシュは、世界各地に分布を広げた外来ナマズとして問題となっている。アフリカに住む一部の族は掘った穴の中に潜る習性があり、目は非常に小さく胸びれ、腹気をかくなどの適応が見られる。 盲目魚も数種類知られている。ヘテロプネウステスカヘテロプネウステスカヘテロニースティデイは一族三種からなり、パキスタンからタイにかけての南東南アジアに分布する。ヒレナマズカとは姉妹群の関係にあり、どうかの赤として含められることもある。体は細長く、頭部は縦平たし、体部は左右に平たい。口ひげは四位体。エラから、 体の後方に伸びる空気能があり、肺のように空気呼吸の機能を司っている。背びれは短く、棘をかき、油びれはないことが多い。胸びれの棘は鋭く、独占と連続している。性質は荒く、縄張りに侵入した人間を襲うこともあるため、生息地域では危険な魚類として認識されている。 ギギ上カバグロイディアは7か96属551種で構成される。ピメロデュスカを除いた6カはアフリカとアジアを中心に分布する。オーストログラニディデイカオーストログラニディデイカは一属3種からなりアフリカ南部に生息する。口ひげは3体でビブにはない。背びれ、胸びれのトゲは強く、脂びれは小さい。以前はギギカに含められていた。 クラリティーデーカ・クラリティーデーカは7族59種。アフリカに分布する。体は、やや細長く、口ひげは4体。背びれ、胸びれには強いトゲがある。油びれを持ち、アフリカンビッグマウスキャットなど、クラリティーズ族は、油びれにもヒレ状がある。オーストログラニデーカと、同様、かつては、ギギカに所属していた。 ハマギギかハマギギカリーダイには21族150種が記載される。本家のナマズ類は、海産種がほとんどで、熱帯から温帯にかけての暖かい海に広く、分布するとともに、淡水、寄水器に進出する種類も多数含まれる。口ひげは多くの場合3体、稀に2体。油びれを持ち、尾ひれは二股に分かれる。 頭部と背びれの近くに骨盤を持つ種類もいる。背びれ、胸びれにトゲを持つ。本家は生爪の中では数少ない海産のグループである。定性生活を行う他の炭水産ナマズとは異なり活発に泳ぎ回るタイプの魚が多い。繁殖形態にも特徴があり、ほとんどの種類はオスが卵を口の中で守るマウスブルーダーである。 スキルベカスキルベカスキルバイティは15族56種で構成されアフリカと南アジアに分布する半透明の体を持つ種類が多く群れを作る習性がある本家のアルファベット表記には揺れがありスキルビーデーと書かれる場合もしばしばある口ひげは4位体背びれの規定は短くない場合もあるほとんどの種類は油びれを持つ 尻びれの規定は非常に長い。腹気を持たない種類もある。本家の単系統制は概ね確かなものと考えられ、パンガシウスカと最も近い関係にある一群とみなされている。パンガシウスカカイアンパンシウスハイポフトアーモス。タイのチャオプラヤー川では普通に見られ、養殖も盛んな食用魚パンガシウスカパンガシーダイは山賊28種を含み、 パキスタンからボルネオ島にかけて南アジアを中心に分布する。本家に属するメコンオナマズは植物植生の大型種で体長3メートル体重300キログラムに達する場合もある。体は側平たし口ひげは2体で短い。油びれは小さい。背びれは体の前の方にあり、棘を持つ。食用にされる中、大型種を含み、 活発に泳ぎ回るものが多い。ギギカギギカバグリデーは18属170種で構成され、アフリカとアジアに分布する。体は滑らかで、口ひげは4体ありよく発達している。通常、背びれと胸びれには、棘がある。油びれは大きいことも、小さいこともあり、種によって異なる。 大型の食用魚から小型の干渉魚まで様々に利用されている。かつて独立のトガとして存在したオリュラカは背びれのトゲをかき、細長い体と長い尾ひれが特徴のグループであるが、現在では本科に含められている。本科の単系統制及びタカとの類縁関係には不明瞭な部分が多い。ピメロデュスカレッドテールキャットフィッシュフラクタセファラス、ヘミアライオプテラス、 アマゾン川に分布する大型種で、人によくなれる、セルフィンキャットペアレンシーズペルノ。体の盲目模様は、成長に連れ不明瞭になる、ピメロデュスカピメロデュデーは31属85種を、含む。パナマから、南アメリカにかけて分布し、食用とされる中、大型種が多数所属する。体は滑らかで骨盤はなく、口ひげは3体。 背びれ、胸びれのトゲの有無は様々で、油びれはよく発達する。分類体系の構築はなお途上にあり、かつて独立のトガであったヒュポプタルムスカが本家に含められた一方で、プセウドピメロドゥス及びヘプタプテルスの仲間は本家から分離され、進化となっている。ありがとうございます。